ガサツな人間が異常に気になって疲れる。まあ、例えばコンビニ行って、はあ、レジのおばちゃんに、はあ、まあ、まあ、555円だとするじゃん、はあ、だからこっちは分かりやすく100円玉5枚、はあ、10円玉5枚、はあ、1円玉5枚、はあ、見たらもう555円って分かりますよね、はあ、そしたらおばちゃんがはいってガサって集めて、100 200 俺のこの作業何だったのかなって何やってんだよ。客商売のガサツな店員さんが嫌いみたいですね。そうそうそう、早死にしますね。ああ、こういう性格の人は、こういう性格の人はね、もうね、それも突然死ない。やっぱりね、血圧が上がっちゃって高血圧で心筋梗塞とかそういうのになるの。だから、ね、そんな細かいことをいちいち気にしてると、やっぱり血圧上がってるし、その時頭にしちゃって神経使いすぎてて、だから早死にすることはもう間違いないと。